どうも。ちょっとね、生姜焼きを作りたいと思います。ちょっと編集めんどくさいんで編集せずにいきます。編集せずに豚の生姜焼き、編集せずに、すいません、めんどくさいんで申し訳ない、編集ノー編集のワンカットで豚の生姜焼きを今日は作りたいと思います。いつもなんか音楽入ってますけど、豚肉、豚肉とネギと、もやしで、これで生姜焼きをちょっと作ろうと思います。はい、じゃあちょっとね、すいませんね、ちょっと編集めんどくさいんで、これでいける？ちょっと難しいね。あ、これでいけるかな。あ、これでいけるね。はい、まあでも切るもんないな。あんまり切るもんないですね。あんまり切るもんがありません。これ青いところをちょっと使っちゃわないと、ちょっとね、だいぶこれ大丈夫だな。結構ね、これ立つんですよ、ネギ。これちょっと立つんで、これちょっとここいらないで、大丈夫だよな。この青いところ結構ね大事ですからね。これもう一個いきましょうか。あ、そうだ、そう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 、そうだそうだ、ニンニクがあった、すいません、ニンニクがちょっとありましたね、切るもんが。よし、こんなもんでいいですかね。いや、もうネギ全部入れちゃいましょう。これ悪いからもう全部入れちゃいます。青いところはこれね、青いところは多分健康にいい、おそらく青いところは健康にいいんで、はい、結構使うな。いや、結構使うからやめとこう。ちょっとこんだけあればいいか。あ、すいません、全部いきます。もうめんどくさい、全部いく。男飯ですからね、男飯ですから、男っぽく。これだいぶネギあるぞ。これだいぶ青いとこありますね。で、豚ちゃん、で、あとニンニクですね、ニンニク。あ、ニラ、ニラありましたね、ニラだよ、ニラだよ。ニラ、ニラ、あ、ニラはでも青ものがあるからな。ちょっとね、体調が悪いんで、ニンニク多めで。よし、こんだけ入れます。相当、いや、これちょっと入れすぎですね。これは入れすぎだな、入れすぎですね、ちょっとやめとこう。このニンニクは青森産の無農薬のニンニクなんですね。なかなかファンキーな感じですよ、これ。
このニンニクを食うとビンビンになるんですよね。なんかニンニクは自然のバイアグラって言われてるらしいんですけども、本当にねこのニンニクはやばいですよ。めっちゃマジでビンビンになります。朝立ちマックスですよね。青森のニンニクって有名なのかな、まあ、これ Facebook でつながった方が作ってるニンニクで、僕ニンニクを1万6000円分買ったんですよ。5キロニンニク5キロ買ったんですけど、ニンニクと生姜だから超多分体にいいですよね。よし、今日は塩コショウでいこう。よいしょ。切りづらい。よいしょ。こんだけあれば十分でしょうね。はい、豚ちゃんで、もやしとネギとこれで炒めていきます。いただきます。よいしょ、いきます。まずごま油でいきましょうか。塩コショウとちゃん、しょうが、あ、これはうまいぞ。しょうが先に入れます。しょうが結構入れたよ。
とラー油。これ結構いい感じじゃないですか。はい、ちょっと食べ、ちょっと食べて。うめっ。ということで男飯、10分ぐらいでできました。はい、インスタグラムも撮ります。はい、味噌汁もありますからね。はい、以上です。